現状は教えてください。はい、現状どんな感じか教えてください。現状、はい、今はもうメニューとしては夕方放牧して、朝一の昼夜放牧。ちょっと途中体ができすぎる部分あったんで、買い場を抑えながら馬の体を見てバランスを整えながら調整していきました。だいぶまだまだ大きくなると思います。ちょっと伸びがあるんで、ちょっと腰高ですし、まだ足長いですし、今で438だったらだいたい470、80とかで競争するんじゃないかと思ってます。かなり順調でしたね。順調ですね、本当に。一回も足が腫れたとか爪がどうのこうのっていうことはなかったですね。やっぱ案の定大きくなりそうな感じである程度大きくなってきました ね。やっぱり3ヶ月間ちょうど見ましたけど、やっぱり体はできやすいです。すごい。初期順地の段階ではないですけど、洗いとかマシンとかはこなすようにして、次の育成所の方に伝えていければなと思っています。